関西ですごい人気ですから。教団に生徒がすごい。教団にどうやって入るきっかけになったんですか。1週間後ぐらいにはもう優しい子教えてました。そうですね、ヘラヘラデレデレ教えてましたね、はい、ギャラのこと喋ってるやつ、はいはいはい、見てます。ギャラのこと喋って、もう関西の先生あの好き最小限の語彙力で最大得点を10年やっても若手、それが予備校だ。ということで始まりました、もっちゃチャンネルです。今回はですね、そうです、タダ呼び日本史講師の田中先生においでいただきました。ポン、はい、どうもこんにちは、日本史講師の田中優也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そうですね、初めまして。めっちゃ有名人なんで森哲先生すごい見てました。ありがとうございます関西で知らない人はいないです。関西でそうそうそう、そうなんですね。昼ご飯他の講師と食べてる時にも、はい、森哲先生の名前出てきますから。やっぱり影響力はすごいですよ。あんな野郎がみたいな感じですかいやいやいや、すごい森哲先生すごいすごいって言っていやいや、あれこれ出たらすごい。だから見ました、見ましたってね、見ました見ました、俺出たんですけどみたいな、そうそうそう言われるじゃないですか多分。そうそうそう、それでね、まあ、ただ呼びのそのもう日本史のね授業は始まってるとは思うんですけども、はい、どうですか今やってみて映像。最初ねちょっとやっぱ撮影気になって時間かかったんですけど、はい、まあもうすっかり慣れてきましたんで、はい、これからたくさん動画をお届けできればなと思っております。はい、今は関西の駿台の方でねご活躍されてるということで、これはねどうなんでしょう、出しますか出しますか名前をってことですか大丈夫、どうすんだいみたいに言われても大丈夫です。でも大丈夫です。どうやって入るきっかけになってますか。コロナの期間にね、まあ、こんな時だし、うんうん、なんか生徒に教材でも届けたいなと思って YouTube をやってたら、うんうん、おお、そうだったんですね。はい、そうなんです。教材を、まあ、僕自身はほとんど出ない感じで、パワーポイントとかを使って流してたら、はいはいはい、なんか巷じゃただ呼びっていうすごいものが出てきたっていうのをね、はい、目にしまして。なるほど、関西ではただ呼びなんですね。ただ呼びなんですね。あ、そうなんですね。ただ呼びです。そう。歌舞伎のセリフみたいな。ただ呼びみたいな。で、まあ、応募はして、はいはい、で、忘れた頃に、はい、やっぱ若原先生仲いいんですよ。お、はいはいはい。科学の。こんにちは、若原です。こんにちは、若原。そうですね、若原先生関西住んでますもんね。そう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 。でお盆ぐらいに急に若原先生からメールをいただいて、ほう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 、で日本史講師今探してるんです、うんうんうん、でそっからはすごいスピードで、ほう、へえ、決まったんですね。1週間後ぐらいにはもう吉野先生を目の前に、はい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 、すっげー緊張しながらそこ早いですね。まあね、関西ですごい人気ですから。まだまだ若手の。ここから全駆け出しの全国区ですよ、もう。そうですね。なっちゃいましたね。会う機会がね、全然なくて、本当に。そうなんですよね。あの、滝野さん教えるとき、会えるかなと思ったらね、うん、結構時間離れてましたもんね。うん、そうですね。間に吉野先生が90分授業やってたから、それで会えなくて。でも10月は多分イベントとか、ああそうですね、あると思うんですけれども、ね、そこでねご一緒できれば、はい、公開授業ありましたもんね。ね、滝野さんのやつもこの動画流れる、うんうん、次の日にはついにね流れるわけですからね。滝野さんの動画最初がオンラインだったんですよ。はい、ズームのやつですね。はい、いきなりそんなんが若い子を教えるってなって、いやいやいや、どうしていいか分からない普段若い子教えてるじゃん。まあ僕結構厳しいんですよ普段。おお、なるほど。うん、結構厳しめなんですけど、うん、後でちょっと映像を見てみたら、うん、誰だこれは優しい子教えてました。そうですね、ヘラヘラデレデレ教えてましたね、はい、デレ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 娘がいるんですよね。そうなんですね、はい、何ヘラヘラって言われちゃったんですねそうそうそう、一番嫌われるどうですか YouTube でやるって、はい、そんなん1年前には考えてもいなかったですね。そうですよね。できるんですか、ね、できるんですか。映像授業やるってこと自体はどうです、やっぱ生とは全然違うじゃないですか。全然違いますね、うん、僕結構細かい、はいはい、詰まったりだとか、はいはい、
結構間とかすごい気になります、うんうん、なるほどなるほど。カットしてくださいとかですか。まあ、もうカットしてもらったのをもらいますから、はいはいはい、あ切ってもらってるんだなってなるほどなるほど。最初ちょっと自分で切ってみたんですよ、はいはいはい、したらいちいち気になって。ああそうですね、それはわかります。こんな口癖なんや。そうですね、気づくことありますよね。僕もだってこのね、自分のチャンネル一本に100箇所以上切ってますからね。何切る、使うとこなくなっまあ全部切っちゃいますからね。まあとか、とか、とかも全部切っちゃいますから。森鉄チャンネルはギャラのこと喋ってるやつ、はいはいはい、見てますし。ギャラのこと喋って、あ、広告収入ね。そうそうそう。広告、あ、もう関西の先生、あの、好き。やっぱり銭、銭やね。みんな知ってます、みんな知ってます。YouTube、もらえんねんなみたいな感じですか。そうそうそう。お金の歴史とかね、和道開珍とかね、大好き。和道開珍。どうなんですか、日本史の売りは。まあ、僕世界史だったんですけど、もともとはただ通訳案内しとったんで、ここで日本史、いりますよね、日本史も勉強したん で、うん、でそこで先生たちもいろんな教え方があるって知ったの で、ね、どういうタイプですか。少ない語彙力、少ない語彙力最小限の語彙力で最大得点を。おお、もうこれですわ、うん、なるほど。論述5文字とかで満点目指すとかですか。取れる少ない字数で少ない字数で普段どんなクラスを教えてる、はい、ピンキリですけどね、はいはいはい、下も上もやってる感じですか。やっぱ寸大は僕も10年近くやってるんですけど、はいはいはい、10年やっても若手、それが予備校だ。そうです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 、そうです。一番まだ若手なんです。そうなんですね。40です。一般企業じゃ、はいはい、課長とかじゃないんですか、うん、40ね、もっと言ってるかもしれないですけど、そういう感じなんですね。やっぱり予備校ですね、それが。そうですね。もう少し小さいとこも行ってるんですけど、はいはい、その辺だと一番上の論述は、はいはい、まあやらせてもらえてます。あ、じゃあ寸大では下の方で結果多いか。結構下が多いです、うん、あ、イベントは、ね、はいはい、やるんですよ、うん、こう兄弟関係とか、はいはいはい、その辺は結構さっとやれるようになってきたんですけど、うん、お前行けとかですか。もうみんなやりたがらないから。あ、そうですいいんですか、もう使っちゃいますけど。いやすいません。ここピーって入れておきますね。あー、ピー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 な仕事、ピーピーピーみたいな感じでね、はい、やっぱ描いてた予備構造とかっていうのとは違った感じですか。いや、でも僕は研究者崩れっていうところもあって、はい、ほうほうほう、それはそれで好きなんですよ、そのちょっとインテリ系の、うんうん、生徒に言わしたらそっち系ですよね、うんうん、コテコテの論理系なんですけれども、うんうん、うん、研究は何をしてたんですか。研究は奈良時代とか平安時代の、はい、お金、お金、大制度とかちょっと近いですね。そうなんね。貴族の出世とかですね。はいはいはい。こう貴族がどう出世していくのかみたいなのを研究しました、うんうん、それ大学名とか言っていいんですか。僕全然いいですよ、もう公表してるんでいいとこじゃないんですけどね。いいですか。関学なんです。関西学院タックルされたところでしたっけ。そうですそうですそうです。新先生と同じ。あ、そうなんですか、はい、あの英語の存じ上げております。修士とかもやったわけです。そうですね、修士は出て、はい、でドクターも行ったんですよ。あ、なるほど、博士課程まで行って、で3年目の最後ぐらいにもう自主退学です。やっぱり大変ですからね、研究って。本当大変。そうです。その時はもう予備校を始めて、はいはいはい、若干これ食えるようになってきたなっていう時なんです、はいはい、ちょうどね、僕20代に北九州予備校、はいはいはい、あのなんか牢獄とかって言われる、噂に聞いたことあります、はい、牢獄のっていうやつですね。それがちょうどかかった時ぐらいに、はいはい、ドクターやめちゃった。そうだったの。いや、でもいろいろ噂は聞いて、一回は教えてみたいとは思いますけどね、はい、どういう雰囲気なのか見たいとは思いますけどね。なるほど。結構あそこいろいろ有名な先生、そうそうそう、関先生とかもね、あ、関先生、予備です、村瀬先生、はいはいはい、東進の地理の ね、昔ながらの予備校を味わえるって聞くんで。そうなんですよ。だから初年度かぐらいに博多駅校行って、はい、生徒数が多い、そうそうですね、まさにそれが昔の予備校を味わえる。いきなりあの教壇に生徒がすごい、教壇にあれ経験したん、昔の予備校売れたって勘違いする昔の予備校ですね、本当にね。まあ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 、確かに売れたって勘違いする先生が多いっていうのもちょっと聞いてます、うん、いいなこのもんね、北予備でボーンっていったからさあ全国区行けるぜみたいに思っちゃう人も出ちゃうっていう話を聞いたり聞かなかったり、 それはね、うんうん、閉じ込められてるからみんなああなってるんだよってね娯楽がないからとかってね聞いたりしますけど、あくまで噂ですよ、私は知りません。いや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 、8割9割だったんですよ。それでそこで北予備でこうぐんぐん出てきて、
そうですね、北予備のね2年目かそこらで寸大にかかって、はい、関西寸大の、はい、でやっぱやるんだったらこうでっかいところでやろうみたいな感じで、そうですね、うん、僕もともとヨゼミ大好き、はいはいはい、じゃあ文明ちゃんとか、うん、文明ちゃんとか言ったら怒られるわ、文明先生が売れるちょっと前じゃないですか、あそう竹内先生ですか、その前だ竹内先生の時ですけどね、はあはあ、そのじゃあ竹内先生に憧れてではないと、いやまあそんな、はい、吉野先生はそこで、はいはいはい、数学の荻野先生、若原先生の元になってる荻野、うんうん、先生受けてたんですか、数学も受けてたんですか、数学もその時はやってたんですよ、なるほど、それからどうして日本史に、まあ結構ど自分でなるほどなるほどやるのが好きでしたね、自分でやっててっていう感じだったわけですね、阪大英語とか、はい、そうそうそう、阪大ですね、阪大英語、なるほど、じゃあ阪大志望だったわけですね、ああなるほど、そこから感覚で数学はまあ得意じゃない、はいはい、これでまた学歴中たちが私文がっつってまた攻めていくウェルカムウェルカムどれぐらいの頻度で動画は出てくるんですか、うん、まあね、週に3ですね、月水金で、ああ月水金でやっていて、うんうん、週3で今ちょっと話してるんですけど、はい、ちょっとまあ1月2月はもうちょっと多めに、ね、直前期のやつ上げれればなとか思ってますけど、なるほど、ちょっとまだそこは未定ですね、うん、まず通詞ですもんね、当然ね、そうですね、通詞を今のところは40本上げる、まあ年内にね40本上げる予定ですけどね、年内、うん、40本で、だいたい卑弥呼ぐらいまでですかそうですね、卑弥呼が死んで古墳が出てきたぐらいまでですね、40本であとは自分でやってください、え現代までそれで40でまずなんとかいく感じですか、そうですね、まあ大体自分の授業ってやってくれって言われたら40週欲しいんですよ最低、はいはいはい、なるほどなるほど、だからまあ80分で換算したら40分欲しいんですけれども、大体、うんうん、その80分でいうところの要点に当たる部分を、うんうんうん、10分に凝縮して、なるほどなるほど、なんかそれを受験生に見てもらえないかなと思って、うん、まあ縄文から昭和、まあ現代までは行きますけど平成までちょっと届かないかな、昭和ぐらいまで、はい、40校で歴史の概要がポンと分かる、分かります、それやっていただければいいんじゃないかなと思います、はい、あれもやってほしいですけど、共通テスト対策みたいなね、そうそう、共通テストは思考調査テストの分析を5本ベッド上げます、もうよかったです、これでねまた日本史界の新たなスターということで盛り上げていってもらえればと思いますので、頑張ります、滝野さんの方も、はい、頑張ってやっていってください、はい頑張ります、はい、この不遇な予備校ですけども、はい、ぜひ頑張れるようにやっていきたいと思います、まだまだこれから頑張っていきます、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございました、よろしくお願いします、ありがとうございます。